こんにちは稲丸フットボールです、えー、っと今回は J3 第3節、蒲田回りさなきたい SC 相模原の一戦ですけども、えー、更新するのが大変遅くなってしまいました、えーっと。試合終了直後は、これ今回めちゃくちゃ話すこといっぱいあるなと思ってたんですけど、いろいろと考えているうちに、1周回って何を話したらいいか全くわからなくなったという。 そんな状況でこんな更新が遅くなっている次第であります。<laughs> まずこの試合なんですが、えー、前提としていろいろ話すべきことがありまして、まず戸田さん、相模原の監督、戸田さんと佐々木の監督、米山さん、えー、まずこの2人の関係性について話しておく必要があるなと思います。まず2人は 高校時代の先輩後輩米山監督が1つ上で戸田監督が1つしたということですね。そしてお互いプロに進みまあ入ったチームは違えど何年かからはちょっと忘れましたけど東京ヴェルディでは共にチームメイトとしてプレーしており、えー レアル・マドリードが親善試合でね来た時には当時、えー、ジダンベッカムフィーゴロナウド、えー、ロベカルラウルグティ、まあ、そうそうたるメンバーだったんですけどそれに対して3対0で勝つということもあったり、えー、試合後には <laughs> 一と文直あったのを戸田さんや米山さんやあと 以前、たまたまで監督をされていた上村さんとかキーパーの高木さんですかね、が、えー、まあ真っ向からね、えー、対抗してっていうような話も、かつて森本さんから、確か Twitter 上であったふうに思います。まあ、そんなこんなであったりして、えー、お二人は引退されて、そして、 今度は S 級ライセンスの受講時期が一緒で S 級同期ということで、えー、切磋琢磨してこられましたそして今年からそれぞれに監督1年生ということで同じタイミングで監督デビューをされたということで、まあ、非常につながりの深いお二人だということをまず話しておきます、はい、では試合ですが、まあ、結果としては ぬきの1対0の勝利というふうになりましたが、まあ、それぞれ各チームの、えー、良さあ特徴というのが出た試合かなというふうに思いましたやはり相模原の方は、まあ、相手のスタイルがどうであれまずはシンプルに 裏を狙うようであれば裏を狙ってでギャップができた時には、えー、ハーフスペースなり中間ポジションを取って、えー、レイオフを使ってエリア内に進出していくっていう、まあ、ある意味もう代名詞になりつつある攻め方、えー、センターバックから1本で裏抜けたりとかねそういうのが出てきました。で一方でマラについては 開幕節は非常に粘り強い守備から沼津対に対して処理を収め前節はボールを支配しながらも敗戦そして今回はまあ一見するとまあえ守る時間帯が長くう苦しい試合だったように思える形でしたがまあこれもある意味狙った形なんじゃないかなというふうに今となっては思います。 で試合の流れとしてはまあ前半立ち上がりから割りとかまたまれペースで攻めつつうん相模原が攻めたところをロングカウンターで攻めてえ赤星選手が素晴らしいゴールで1対0と先制してでそこから相模原の方は戸田さんがね細かく選手の立ち位置を指示を出して、え。ー 特に両ワイドの選手は、まあ、4231というポジションだったと思うんですけどほぼ433ぐらいのウイングのような、えー、幅の取り方をしてそこで鎌、えー、田前のサイドバックに対して圧をかけていくようなそういうシーンが増えましたで一方鎌田前については序盤、まあ、4231に見えたポジションも、えー、3 3 のようなじゃ三3四三ですね。のような、えー、システム変更そして右サイドの川崎一揆選手を左サイドに持ってきてっていうようなあそういったポジション変更をして、えー、相模原に、えー、対抗していきました。 でまあ、やっぱり相模原が支配する形でしたけど鎌、まあ、田前としては、えーまあ、ちょいちょいハイプレスも交えつつただしっかり守備はセットして、えー、相手に持たせるというような形も、まあ、意識の中にはあったと思います。で、えー、今期からの蒲田前の守備の特徴として1つ挙げられるのがセンターバック。 のうう守備時のプレーすするエリアだと個人的には考えております基本的にセンターバックはですねこのペナルティエリアの延長線の幅の中で、えー、プレーしているというふうに感じています。えー、例えば相手がうんサイドえぐってきました。 でこの時にウィング、えーまあ、例えば右のウイングバックとしましょうかが対応は間に合わなかったでもこういう時にボランチの選手だったりがカバーに行ってセンターバックは絶対このエリアに基本的には行かないで例えばこの選手が間に合うんであればここは出て行かずに この人が頑張ってついていくのを待つ。まあ反対側も一緒で、そのような守備をしています。えー、去年までの鎌田前としては、ね、このサイドの特に裏の部分とか、すぐ、えー、センターバックの片方が出て行って対応してたんですけど、えー、個人的にはそれが結構まあ良くないという言い方はあれですけど、 やめた方がいいいんじゃないかなかと思っててというのも基本的にヨーロッパの方のサッカーとかだと、まあ、特にスペインとかですね、えー、センターバックがそういうところをカバーするのは、えー、オーソドックスな手法ではなくて、えー、ボランチなりが出ていってカバーするのがまあ通常の形というような流れなんですけど今年の鎌田たまあれは、まあ、中央特に。 そういった部分分厚さを保つためにもそういうところ出るのを我慢して待つっていうのをしているので、えー、それは非常にいいかなそしてそれは実際結果に結びついて無失点に抑えられてるんでこれは非常にいい傾向なんじゃないかなというふうに思っておりますはいで今はねまだ自分たちが ボールを支配して,っていう形はなかなか今回できなかったですけど、まあ、これはしっかり相手をスカウティングした上で選んだプレースタイルだと思うので、まあ、あの北九州戦なんかはしっかりとスカウティングをした上でボールを保持することをまず、えー、プレーの第一選択としていましたけども今回はまあ相模原に持たして。 自分たちは守備をセットしてっていうところでしっかりと自分たちのサッカーができていたと思います。でこれをまあドン引き縦ポンとか言う人いるんですけどあれはそんな簡単な言葉です表せるものでもなくてうんある意味では、まあ、ゴールを取るための、えー、と失点を防いでゴールをとむる ための戦術またシステムなので相模原に相手にとを相手とした上で一番失点はゼロに抑えて、えー、ゴールを取る確率が高いと読んだうん戦術なので守備的な戦術っていうのは存在しないんだと思います。これは田にとっては一番攻撃的な ああ戦術だったんじゃないかなというふうに思っています。はい、で一方の相模原はも自分今年は注目、まあ、戸田さんがね監督されているっていうのもあって非常に注目していて、まあ、こんだけ若い選手を揃えながら、えー、あれだけ自分たちの形を作り出すことができてるんでそれこそあと決まっていればっていうシーンもありましたし。<laughs> まあこれから、えー、しっかりと相模原の試合も追って、まあ、戸田さんファンの私はしっかりと追っていきたいと思いますはいすいませんちょっと年度末で仕事が非常に忙しく内面を掘り下げることができておりませんが、まあ、今回はこの辺にして次回鳥取戦 えー、ちょっと非常に調子いいですから。茂松選手も点取ってますし。まあ、そこはまたしっかりと見ていきたいと思います。すいません。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。